Let's bake ourselves a treat. What you've been mixing, serve it up the way you please. I love the way you shake, you stir, you heat, you squeeze. So thick. I saw. Conscious. ロサンゼルスでは次々に新しいホテルがオープンしていて、こちらもオープンしたばかりで来てみたかったプロパンホテルにやってきました。インテリアデザイナーケリー・ウェアスラーが手掛けるプロパンホテルがダウンタウンにもオープン。ケリーらしいモダンとヴィンテージがミックスされたインテリアで、大胆なカラー使いだったりマーブルやトラバーチンやクレーなどのテクスチャーの掛け合わせがとってもラグジュアリーでした。いつも彼女の本や SNS で見ていた世界を実際に目で見て感じることができて、とっても感性が高まりました。あ、いい香り。今日はジュニアスイートにしてみました。おー、綺麗。ビューはこんな感じ。ダウンタウンの街が見えます。かわいい。なんか色がちょっとコーラル系のオレンジ、全部柄が違って、そのミックススタイルがかわいい。ちょっとモロッカンっぽいのかな。だろうね、このレザーかわいいな。脂肪感があってかわいい素材。はーい、今日は何をするかまだ全然決めていないんですけど、とりあえず早起きできたのでよかった。これから LA に来る前から気になっていたハンバーガーショップに行ってみようと思います。場所はロングビーチなので少し遠いのですが、ちょっと天気もいいので行ってきます。屋根になんかついてる、かわいい。イエーイ。寒っ。ポテトが美味しい。こんなブラックペッパーが効いてるポテト初めて食べた。かわいい。
通貨でイーサリアムでも購入できたりするみたい。でみんなが商標を持っていて、飲食をやっているお金持ちの方が作ったお店らしい。マドンナは7000万で、ジャスティンが買ったって話題になったのは1億ぐらいだった気がする。 LA に行くって決める前にここハイプビーストで見て、すごい行列だったんだけど行きたいなと思って、それで LA を選びました。今回の旅行は今日はこのメルローズで買ったジーマンマンのドレスにします。着きました。こっちにいる間も動画のチェックをしたり、ハリプトゥの写真のセレクトをしたり、仕事もしています。今着ているのはこれキスで買ったシャツのセットアップ。真ん中にロゴが入っててすごい可愛い。私こういうのが大好きなんです。着替えます。大人のロンパース、セリーヌのバッグを合わせます。トップスにボリュームがあって可愛いです。スタッフルームの動線までめちゃめちゃ可愛い壁が見つかってるのすごくないですか？色使いがすごい可愛いです。ステンドグラスが可愛いのでちょっと見に来ました。可愛い。プロパンホテルで朝食をいただきます。
これかわいい。ちょっとメキシカンな感じのインテリアがすごくかわいいです。メキシコ行きたいな。なんか柄かける柄のかわいさを確認しました。ブラウンのブロックとブラックのブロックを合わせようってあんまり思わない。これがかわいい。かわいいフルーツが来ました。チェリーオントップでこんなの初めて見た。かわいい。チェリーは大好きなモチーフなのでちょっとしたサプライズ。今日はなんとなく買い物に行こうかなと思うんですが、でも今1ドル131円とかなんです。だから日本で買おう。でこのオーツミルクはやっぱなんか美味しいね。日本って2種類ぐらいしかオーツミルクないけど。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。